う少しで奴らに追いつける。よし、急ぐってばよ。そろそろじゃな。はい、ここで最後の休憩を入れましょう。計画も練っておく必要がある。何言ってんだってばよ。ガーラが近くにいるってのに。ナルト、焦らないで。暁との戦いは万全の状態で臨むべきだ。下手にやり合って負けたら意味がない。ナルト、もう休憩は十分だろ。そろそろ行くってばよ。ちょっと待ってよ。カカシよ、なぜあの小僧はタザトのガーラをあそこまで助けようとする。あいつも人中力です。それも九尾を封印された。ん？確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い入れはないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どの里においても人中力を見る目は冷たいものですからね。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間か。かつてガーラに術を使って主覚を憑依させたのは他でもないこのわしじゃ。四代目と相談して我が砂隠れを守るため里の安全のためにやったことだった。じゃがわしのしてきたことは間違いだったかもしれん。里を守るどころか里を苦しめることになってしまうと。いえ、まだまだこれからですよ。間違いを犯したのであればまた正せばいいだけです。千代婆様は十分お若いですしね。そうじゃな、老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。できることが。さあそろそろ行きましょう。あいつを一人にするとどんどん先に引かねない。
結界が仕掛けてあるな。これでは侵入することができない。どうします、ガイ先生？それは五風結界だ。え？遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃってね。ナルト君、サクラさん。おし。ナルト。皆さん、一足早かったんですね。あら、そっちのおばあさんは？あ、砂の相談役の方です。さて、カカシよ、この結界はどうすれば外れる？この五風結界は、近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて結界を作ってるのよ。だから、目の前の札と他の四箇所にある札、そのすべてを剥がさなければ結界は外れない。なるほど、ならば。見つけた。よし、カカシよ、札は俺たちに任せろ。すぐに解除してきてやる。あ、頼む。よし、ガイハン、青春フルパワーで行くぞ。頼んだぞ。よし、この辺りだな。時間をかけるわけにはいかない。すぐに見つけてやる。解除できたわね。あれはガイ先生。なるほど、結界が外されてもトラップが発動し敵の侵入を阻むというわけか。まさか自分自身の偽物が現れるとはな。面白い。ここは俺に任せろ。ガイ先生。おそらくは他の3枚も同じような罠が仕掛けられている。みんな気をつけろよ。はい。リー、テンテン、次に行くぞ。それでは始めるか。Oh, yeah!
シルダーセッション最新セッションセッションなかなかの強さだった。さすがは俺の偽物。次の札を探さなければ。これで2枚目です。気をつけろ、出るぞ。今度は私の偽物ね。いいわ、こいつの相手は私がやる。テンテン、一人で大丈夫ですか？自分のことは誰よりも知ってるつもりよ。大丈夫、私は負けないから。ほらほら、ここは任せて、さっさと先に行きなさい。ああ、頼んだぞ、テンテン。どっちが暗記の使い方がうまいか勝負よ。戦闘開始。偽物とは言っても案外やるじゃない。残すはあと2枚か。僕の偽物ですか？リー。はい、メジは最後の札に向かってください。頼んだぞ。
ますよ。こいつを始末するだけだな。すぐに終わらせる。勝負あったようだな。さて